ース38年ぶりの日本一おめでとう。万歳万歳万歳。さあ皆さん、今夜のトラトラタイガース生配信は日本一おめでとう緊急配信ということでやっていきます。早くからですね、多くの方が来てくださってありがとうございます。今日の生配信は赤星憲広さんとのコラボなんですけれども、赤星さんつい先ほどまで関西情報ネット10に出てたんですよね。ですので、それが終わって間もなく向かってくださいます。ラジオ放送赤星憲広の入ってねえんだよとのコラボ配信ということで、今度ですね、後日赤星憲広の入ってねえんだよの方にも私がお邪魔させていただいてという形にしたいと思います。そのあたりの詳細が決まり次第 YouTube のコミュニティや X に投稿させていただきますので、ぜひチェックしておいてください。この配信ではですね、赤星さんに質問バンバン募集しておりますので、ここでしか聞けない赤星さんの話を日本一ほやほやの状態で赤星さんにぜひぶつけていただきたいなと思います。それまでは私一人で進行するんですけれども、ちょっとの間ですね。あ、長野県から見てます、ありがとうございます。関西の方はね、もう連日朝から晩までタイガースタイガース、もうタイガース特番各局やってると思うんですけれども、関西以外の方貴重なんじゃないですか。どうなんですかね、私たち正直関西に住んでるんで、どういう温度感なのかが分かってないんですけれども、ぜひこの生配信楽しんでいただければなと思います。あ、セミさん、村上投手読売 NG これね、皆さんご覧になりました？リーグ優勝の時もなんですけど、日本一の時もビールかけで村上正樹アナウンサーですよ、淡路島出身の猛虎魂がねすごいんですよ。でちょっと読売っていう会社名ちょっと読売がどうしても引っかかってしまうみたいで、普段取材してる時から読売 NG なんでって一旦断られるんですよ。でもその後にちゃんと答えてくれるっていうのが村上正樹投手で、でもなんかもうもはや私もその一旦村上投手に読売 NG なんでって言われないと物足りなくなってしまいましたねもうそのお約束あっての正樹投手だなというふうに思います。あ、すでに3000人ありがとうございます。あ、普段からやってたんか。あ、そうなんですよ、よしこちゃん普段からです普段からなんですけど、でも結果的にね、その後めちゃくちゃ喋ってくれるし、最初のつかみのところだけいつも読み上げ NG なんでっていうのが、まあ私たちの中のお約束ということになっております。皆さん、チャンネル登録と高評価グッドボタンどうぞよろしくお願いいたします。あ、諸国佐弥子さん、日本シリーズは試合を含めて何試合現地観戦したんですか。うちの局第4戦を中継させていただいたんですよね。それご覧くださった方どのぐらいいらっしゃいますかね。かなり視聴率もおかげさまで本当に多くの方に、ここに来てる方皆さんご覧くださってますね、ありがとうございます。あ、ボンさん、諸国指輪をギラつかせるな、取ります。取ります。はい、じゃあ1個取ります。他のはねちょっとあれいいかな。あ、東京では特番などやっていないので生配信嬉しいです、ありがとうございます。諸国のコネ使い目、いや私コネ使わないですか。取材で行ってる時はあれですけど、全てフェニックスリーグも自分で飛行機代払ってホテル代も払って行ってますし、まあ、仕事じゃないんでね、フェニックスリーグ普通に私が行きたくて行ったんですけど、取材で沖縄のキャンプ行く時も、取材で行くのはもちろん会社の経費ですけど、その後家族で絶対プライベートで行きますから、許してください。はい、第4戦中継だったんですけれども、すごい試合でしたね。
第4戦、嬉しいことにですね、日本シリーズという大舞台で阪神タイガースのベンチリポートさせていただきまして、ありがとうございました。本当にこんな幸せなことないですね。やってる時はまあ仕事モードなんで、そういう入ってるんですけど、でも終わって日本シリーズで喋らせてもらったんだなってすごく感慨深かったです。秋キャンプは行ってないんですか？まだ行ってないですけど行きます。これも仕事じゃないです。休みの日に行きます。もちろん自分で払ってます。赤星さんもうすぐ来ます。少々お待ちください。もう4分でしょ。もうすぐ来ますね。言うてる間に来ますね。そうですね、終わってる、はい、もう間もなく。第7戦日本一が決まった瞬間、皆さんどのように迎えましたか？あの瞬間。あ、諸国アナのリポート よかった場合ありがとうございます。どこの方？福岡の方？諸国アナ5年ぶりだわ。久しぶり久しぶりそれは知らん。リポート幸せそうな顔してましたよ。いや幸せでした。あ、日本一迎えた瞬間いろいろ来ました。蕎麦屋の出前かな。蕎麦屋の出前を取った時に来たのかな。アメリカから、うん、あ、キャンプより飯メインでしょ。私野球のことになるとご飯とか全然興味ないんで、キャンプだけです。試合中もね、ご飯食べないし飲み物も取らないんで、他来てねえんだよって来ました。赤星さんまだ来てないです。もうすぐ来ます。甲子園にいました。あ、甲子園のパブリックビューイング。そっか、どんな雰囲気でした？甲子園普通にテレビで見てた。読売テレビから阪神テレビに白やボケしたい。テレビ前でスタンディング。まあね、あーでもパブリックビューイング行ってた人多いですね。あ、がっつりテレビの前で正座。新幹線の中でした。あ、大山選手の実家のお蕎麦屋さん。へえ、そんなパターンもあるのね。マニラから。すごい、本当に幅広い。というか今マニラから見てくださってるんですよね。確かに。アメリカからの人もアメリカから、ありがとうございます。赤星さんへの質問も大募集しております。まだいないですけれども、この後来ますので、ちゃんとメモっておきます。私じゃないですけど、あのカメラ奥にいるH君がメモっておいてくれますので、ぜひお願いします。私はですね、あ、パブリックビューイング2日間いました。京セラドームで、取材していたんですけれども、なかなかレアな日本一の瞬間の迎え方したんですよ。7階の裏までは記者席、バックネット裏の上の方にある記者席で見ていたんですけれども、7階の裏終了時点でぐるっと京セラドーム半分回って、センターカメラのあたりに移動しました。それは、弊社の先輩の小沢アナウンサーが日本一を決める瞬間の最後の一球実況をするっていうことで、なので小沢さんが最後の一球実況のためにセンターに行ったから、私もそれについて行って小沢さんのサポートしてたんですね。でその実況の時って1球とか2球とか3球とか球数を指で指し示したりするんです。だから私、あの杉本選手初球だったじゃないですか。だから1っていうのを小沢さんの目の前に出して、はいはい、待たせたな、待たせたな、おい、はい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 、いらっしゃい、お疲れ様です。何人気すぎるの。すいません。ということで赤星憲広さんです。すいません、お待たせしました。いらっしゃいませ。今日コラボ配信よろしくお願いします。誰さっき、誰さっき、カートさんもなかった？声だけ聞こえましたね。帰っちゃった。いや、ちょっと OB 会長ね、帰っちゃいました。すいません、すいません、お邪魔しました。赤星さんに早速ね、質問来てます。そういう流れ？喋ってたじゃん。いや、私が日本一を迎えた瞬間、うん、あの小沢さんが最後の一球実況をするんで、はいはいはい、小沢さんの
この視界に入るところで1球目2球目みたいなの出してて、杉本選手1球目で打ったんで初球打ったから1ってやってて、その瞬間日本一が決まって、はあはあ、しかも京セラドームのセンターカメラの横から見てたんですよ。はい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 、京セラって外野フェンス高いじゃないですか、うん、だから杉本打った高く打ち上げたでレフトセンターどっちっていうのが見えなかったんですよ、うん、最後ね。だから取った瞬間見てないんです。あ、だから日本一を確信したというか、私にとっての日本一はボールを取った瞬間は見られなかったので、ファンの歓声と選手がバーってマウンドに集まるっていうすごいレアなね、レアなね、レアな体験をしたっていう。なんでそんなとこにいたの？小沢さんが、小沢アナが最後の一球実況を、うん、どこでやってたの？センターの、あ、そこでやってたんだ。バックネット裏で普通まあ実況するんですけれども、うん、私たち中継日じゃなかったんで、はいはいはい、センターカメラの横でやってて、だから逆なんですよね全部。あ、これ諸国さんからしたら最悪だね。最悪ではないです。最悪じゃん。だってその経験って、うん、その時の私しかできないじゃないですか。じゃあちょっと待って、はい、今回優勝何年ぶり？日本一は38年ぶりで、優勝自体も18年ぶりでしょ、はい、で日本一38年ぶりでしょ、はい、次いつ見れるか分かんないかもしれないでしょ。来年ですよ。何言ってるんですか。びっくりしちゃう。びっくりくりくり、余計なこと言ってました。小鉄さんからレッド遅刻してねえんだよって来ました。仕事だったら仕方ないんだよ。手に出てたの。ね、先ほどまでありがとうございました。ということでさっきね来てた質問1個したいなと思ったんですけど、はい、日本シリーズの2005年と今年で日本シリーズの戦い方の変化はありましたか、鈴鹿さんからの質問。ちょっといや、これずっと僕も言わせてもらってるんですけど、2005年はもう忘れてください、はい、いや忘れてくださいっていうか、いやだってもう根本的にセリーグはクライマックスシリーズがなかったんです、2005年はね、はい、で、パリーグだけクライマックスシリーズがあって、でロッテをね3位からまず2位のチームを倒して、で次1位のチームを倒して上がってきました、私たちは約1ヶ月間ぐらい空いてる状況で、で向こうは勢いに乗った状況で、もう負けるってもね仕方ないぐらいのつもりで来たわけじゃないですか。それは負けますよ。やっぱ勢いが違う。いやいや、もう本当正直こんなに相手が強いと思ったのは初めてでした。こんなに野球って勢いで変わるんだなっていうのを思ったし、うん、だからそれはもう本当にだからよくね33の4っていうね、はい、あれをずっとこう言われ続けてましたけど、これはね申し訳ないけど自分でやってた僕たちが言うのもどうかと思うんですけど、無理。へー、あんなセパの差があったら無理。一緒の形でやってたとしてももしかしたら負けたかもしれないけど、あんなことにはなってないと僕は勝手に思っております。はい、なんで、まあ、だから本当にそういう意味で言うと、ね、CS の戦い方も含めね、オリックスも阪神も素晴らしい勝ち上がり方をしてきたので、まあ、結構こういう戦いにはなるだろうなっていうのはありましたよね。なるほど、まあ、2005年ファンにとってもちょっと消えたい消したいというか、なかなか消えた消えた消えましたね。消えた消えた。振り返ることなかったから、もうみんなの今のね選手たちのおかげで消し去ってくれましたよ。はい、振り返ることなかったから新鮮でしたけど、はい、もう一つパパゴリラとテルさん、はい、日本シリーズ全7戦でこの打席で流れが変わったというポイントありました？これね、よく僕もねこの日本シリーズを振り返って、はい、どこがターニングポイントだったんですかって聞かれるんですけど、正直ないです。ない、こんなにない試合ってないと思うんですよ、本来であれば。まあ、僕は一番でもタイガースが勝てた一番の要因っていうのは監督もおっしゃってたそうなんですけど、3戦目を負けはしたんですけど追い上げたっていう、5対4までいった試合ね、1点差までいきましたね、はい、この試合っていうのは、まあ、この日本シリーズを振り返る上で、この試合がやっぱり結果的にね次のサヨナラ勝ちで5戦目の大逆転勝利につながったと思うんですけど、本来であればこの流れでいったら6戦目に決まるはずなんですよ。でもこれを決めさせてもらえなかった、まあ、山本由伸投手が素晴らしいピッチングをしたんですけど、はい、本来であれば決まるんです、うん、でもだから決まらないっていうところを考えた時に、
じゃあその3試合でどうだったのかって考えた時にそれをバサッと止められてしまったじゃないですか。本当に勢い完全にオリックスでしたってなるとですよね、第6戦終了時点7戦目迎えた時にこれはオリックスの方が有利なんじゃないかっていうふうに思った方が非常に多かったと思うんですけど、まあ僕はでもやっぱりタイガースは、まあ簡単に言うと1試合目に抑えたピッチャーが、まあ村上投手もちょっと打たれましたよね、初戦抑えたけど第6戦は打たれた、はい、で山本由伸投手は1戦目打たれましたけど第6戦は抑えました、パーフェクト、はい、宮城投手2戦連続で抑えられるかなっていうところはあったので、もしかすると阪神が攻略できるんじゃないかなっていうのはあったので、ってなると、まあ、青柳投手初登板でオリックスに対オリックスに対しては1点も取られてなかったのかなって考えると、あの阪神の方が有利なんじゃないかななんてちょっと僕は思ってたんですよね、実際のところ。その第7戦のところ聞きたいんですけど、はい、その日本シリーズって同じチームと7戦あるっていう、はい、まあ、特殊な環境じゃないですか、はい、で同じピッチャーが2度対戦、はい、1週間後にするし、はい、やっぱそれってとんでもなく難しいこと。いや、あの僕らがダイエーとやった時ね、2003年の日本シリーズの時っていうのも第7戦まで行きましたけど、内弁慶シリーズ、はい、あの時もやっぱりあの時ってほとんどピッチャー4人ぐらいしか投げてないんですよ、両チームとも先発は。あの阪神でいうと井川、ムーア、伊良部さん、下柳さんかな、こっちはで、あと杉山が投げたのかな、1試合。だけど向こうは斉藤和美投手20勝、和田投手、杉内投手、で誰だか一人、新垣投手がもう一回来てるんですよ、そのまんま。だから、斉藤、杉内、和田という順番がもう 5戦目からもう一回来てるんですよ。怖っ。ってことは同じピッチャーと2度やってるんですね、はい、で2度目っていうのは1度目でやられてても2度目ってなんとなくこう対応できるっていうか感覚は分かるじゃないですか。でもやられてるピッチャーってもう一回やり返すっていうのがあるので、ただ今回は西投手と青柳投手が、まあ、佐伯投手もそうですけど、こうパッて間にいろいろ入ったじゃないですか、うん、はい、だから1試合しか投げてないピッチャーが村上投手以外、そうですね、はい、みんな先発リリーフはね、あったけど、ありましたけど、先発でいうと村上投手以外は1試合しか投げてないんですよ、はい、だから宮城投手を1回見てたっていうのは阪神にとってはプラスだったと思いますし、まあ、1回やられてたので対策を取る上では対策を取りやすかったのかなと。ただ青柳投手に関しては、はい、まあまず見てないですよね。だからそういう意味でも僕はなんかそのガチッとハマる可能性はあるなと思ってたので、間違いなく投手戦になるだろうなとは思ってたんですけど、まあ4回にね、あっさりとまではいかないですけど、やっぱりこう宮城投手を捕まえることができた。ただあの3点で終わってたら分かんなかったんですよ、はい、だから4回の次の回のあの本当に3点、はい、クリーンアップがみんな打点を上げた、はい、あれが大きいですよね。もうあれである意味もう5回出たから確信しましたよね。あの伊藤投手も中に入ってたっていうのもあるので、はい、これはさすがに勝てるだろうっていうのは思いましたけど、だから本当によくねこのシリーズを振り返ってどこが分岐点でしたかとか、うんうん、ターニングポイントでしたかって聞かれるんですけど、ない。そうか、それぐらいだから本当であればあの5戦目でね、うん、湯浅投手が、はい、8回の表を三者凡退でバシッと抑えて、うん、湯浅の13球で大逆転につながったわけじゃないですか、はい、これだってなるんですよ、はい、でも第6戦で切られた。そうさせてくれなかったオリックス、まあ、やっぱだからオリックスの強さっていうのが改めて感じられる試合でしたよね。オリックスの強さは一番どんなところに感じました？いやだからね、今回阪神もそうだったんですけど、そのいわゆる日替わりだから誰がこう活躍するか、だから1戦目 8-0 で阪神が勝ったんですけど、うん、次の試合 0-8 で負けましたよね、はい、あの時も初戦出てなかった選手が活躍してるんですよ。広岡選手とか西野選手、そうで、まあ、福田選手とか最後の方もね、青柳投手から3あの2本ヒットって結果的に3本打ったりとか、だからその控えとか、まあ、135通りオリックスはシーズンでね打順を組み替えてきてた中で、出てない選手たちもやっぱりみんな力あるんですよね。出たら試合で活躍できるっていう。その辺は中嶋監督の手腕、だからその使い方ですよね。だからその選手の見極めっていうところももちろんそうですし、そこで試合に出てもらった出てくれた人たちが結果を出せるっていうのもオリックスの強さかなとは思ったので、そしてここですごく縁起のいいお話です。はい、8000人を超えました。
遠慮くないか80、はい、私、まあ、末広がりですね。そうですね、なんか冷静だな、冷静だな、ちょっと今ていうか、まずこの8000人っていうのが、はい、僕にはすごいのかすごくないのかもわからないんですよ。すごいです。基準がわからない、基準が最大が過去は3000人。3000人いかないとかだったんで、最高がそうです。8000、すげえじゃん。すごいです。マンカオスさんの力と1万人行こう行こう、目指せ1万人、はい、この距離で1万人以上行くんじゃないですか。結構なスピードで上がってってますよね、見てくださってます。だって僕ここに来るときに、だってもう すでにすごい数っていうあのスタッフの人が言ってたから、よかったよかった、はい、それが8000人でしょ。8000人ありがとうございます、うん、ここからもぜひねご覧いただきたいんですけれども、はい、赤星さんの MVP 挙げるとしますと、何 MVP って、日本シリーズの、日本シリーズのです。いやこれ難しいよね。まあで実際は、まあ、まあ本当は、まあ、だから近本選手がね、はい、MVP を取りましたけど、はい、こんだけ誰にでも MVP をあげたいなって思うシリーズって、なかなかない気がするんですよ。だからみんな個々でいろいろ活躍してくれたというか、やっぱ森下君の活躍もね、捨てがたいというか。新人記録作りましたね、打点の。7打点ですよね。っていうのもあるし、やっぱり僕は坂本君のリードもね、はい、あの MVP 級の価値があると思いますし、ノイジー選手のね、あの本当に最後のあの一発はもう本当に神がかってるし、あとやっぱり湯浅君のね、あの4戦目の最後1人を1球で、あの中川君をね1球で抑えて、で5戦目のあの8回の3人でっていう考えると、で村上君もね最初初戦大事な試合を取って、もう出てきますね。だからそれだけ、だからやっぱりこうなんか今年1年そうだったじゃないですか。はい。なんかだからシーズンの MVP も難しいですもんね。そうだから今挙げなかったけど、木浪君だってねこの日本シリーズ活躍してたし、うん、そう考えるとみんなに挙げたいし、だ誰って言われるとちょっと困るけど、うんうん、でもやっぱりまあその中でもやっぱり僕はでも新人のね森下君っていうのは。はい、やっぱシーズン序盤苦しんで2軍落ちも経験したりしながら、なんか1年通じて成長した、でこの緊張する中でこう結果を出した森下君っていうのは、やっぱ この先タイガースのこう中心選手になってってくれる選手だろうなっていうのを確信した日本シリーズになったので、まあだからそういう意味で言うと森下君にも、森下君かな個人的には。本当にいいところで打ちますよね。ね、最初の頃、最初の方見てたらさ、ゲッツーばっかりでさっていうのも ありましたよ。だけどここぞという時に打ってくれるっていうのがね、やっぱそうだし、でもあの7打点っていうのはやっぱり近本選手と中野選手が出塁しっかりしてくれてたからこその、あと木浪君とかね、下位からのチャンスが回ってきてっていうところでもあると思うので、まあ、そういう意味で言うとそこではきっちりね仕事をしてたっていうのを考えると、まあ本当いろいろありましたよ森下君は。だからいいところも悪いところも、あの守備でのね、あれ一つだけ言うと、はい、あれ一個だけ反省してほしいことがあって、森下君には、あれ完全にねダブルエラーありましたよね、中野君と、はい、中野選手と森下選手、あ中野君がエラーすると思ってないんですよ。思ってないからカバーリングが遅いんですよ。あ遅いからやったの見て慌てていったんですよ。で慌てていってるからやばいと思っていってますよね。で取ろうと思った瞬間に森君がオーバーランしてたのが目に入って、そっちに一瞬見ちゃったんですよ。で取ろうとしたら落としちゃった。だけどあれを最初からやるもんだと思って行ってればそんなに慌てる必要なかったんです。やっぱり守備はこう最悪の場面を想定して、そうこれは僕ね、あのずっとアジア大学の時からずっと言われてきたことだし、やってきたことなんですけど、100回カバーリングに行って来ないとする、で101回目もう大丈夫来んやろっつって101回目に行かなかった時に来たら今までの100回の意味がない。あだから僕は選手の時にカバーリングだけは常に手を抜かないようにやってたんです。なるほど。普通に取ることも大事なんだけど、そういうことじゃなくて、はい、うんうん、野球はミスのスポーツ。そうだから僕の時もね、鳥谷選手がショートやってて、はい、関本君とか平野君って守備の上手い人たちが二遊間やってましたけど、はい、彼らのところに飛んでもやるんじゃないかって疑いを持った状況でいつもカバーリング行ってたので、うん、森下君にはまあこれをいい糧にしていただいて、もっともっとその打つことだけじゃなくて守備の部分もね、意識を高めていってもらいたいなと思いますね。普段は守備いいですもんね。いいですよ、いいんですよ、いいけど、やっぱああいうのが1個出ちゃうとね、まあ、それをでも取り返す力を彼は持ってるっていうのもね
素晴らしいなと思いましたけどね。ちょっと一個いいですか、はい、ゆうさんからちょっと無視できないコメントが、赤星さんは掛布さんスタイルでくん付けになったのっていうコメントが。くん付け、僕がだから選手に関しては、解説でもそうですけど、呼び捨てで呼ばないので森下くん、まあ、森下選手でもどっちでもいいんですけど、僕はとりあえず森下とか、中野とか近本とか、あれですよ、普段喋るときはそうやって喋りますよ、はい、でもやっぱり見てる人たち、僕は解説者として見てる人たちは彼らは選手なわけですから、僕はそういうふうにやってるっていうだけの話で、普段喋るときはね、はい、そうやって喋りますよちゃんと、はい、それともう一つですね、タワッチさんから、はい、日本シリーズの予想当たりましたねその時のクリップもね、あるんですよね。いや、そりゃそうですよ。そりゃそうよ。そりゃそうよ。はい、こちら。じゃじゃん。ね、優勝参拝。赤星さんの直筆ですけれども、はい、やっぱり第7戦までもつれると思いました。いや、まあ、もつれるだろうなと思いましたし、もつれたら阪神のが有利かなって正直僕は思ってたんですよね。おー、それはどの辺で？やっぱりそのトータルバランスを考えた時に、もちろんオリックスもピッチャー素晴らしいですし、はい、って考えたら、まあ大事なのっていうのは、5人目6人目のピッチャーだと僕思ってて、先発の中でね、うん、で阪神は向こうはやっぱり田島くんまで5人目いましたけど、5人目までって考えると阪神の方が上かなってちょっと思ってたんですよ。で、そうやって青柳投手もいるし、はい、西くんもいるしって考えた時に、今年活躍した10勝トリオプラス才木投手で、そこに青柳くんと西くんがいるっていうことで6人揃ってますよね。だからこれをどういう使い方するかっていうのは岡田監督次第だとは思ってましたけど、そこは阪神の方が上かなってちょっと思ってたので、もつれたら阪神かなとは思ってましたね、はい、あ、今回当たった人めっちゃ多いだろうっていうコメントがありました、多い多い。でも確かに解説者の皆さん、本当皆さんこの予想でしたね。だから、まあ、オリックス4勝3敗の人もいたでしょうし、うんうん、だからみんなもつれると思ってたんですよ。いずれにせよ、はい、7戦までいくっていう、だからまあ多分少なからず4勝2敗までの人は多分たくさんいたと思いますよ。4勝2敗阪神、4勝3敗阪神だけど、これ4勝1敗とか4勝0敗で阪神とか、オリックスが4勝0敗4勝1敗って言った人は多分少なかったと思うんですよね。はい、解説でご一緒してた高橋吉野さん、はい、はい、初戦で変えたっていうのがありますか？いやいや、初戦で変えたどころか、もうずっとゴーイングで、毎回変えてましたから吉野さんに怒られますけどだから吉野さん土曜日担当なんで、ね、はい、ゴーイングで初戦 8-0 で阪神が勝ちましたよね、はい当初はオリックスが日本一っていうふうに言ってたんですけど、はい、まず土曜日が終わった時点で、阪神に変えますって言って阪神変えました、はい、で、第6戦で山本由伸投手が勝って3勝3敗になった時点でやっぱり変えたいオリックスって言いましてでもそれだけ本当に流れがどっちのチームにも、いやだって本当にそうですよ。だって普通にさっきも言いましたけど、あの流れだったらやっぱ6戦目で阪神が勝ってもおかしくなかったと僕は思うので、それをね、もう完全に止めましたからね、吉野部投手、やっぱりメジャーに行くピッチャーは違いますよね。違いますね、なんか14奪三振記録ですからね、なんか圧巻のピッチング見られて、いやでもね、やっぱりあれはでも本当に配球ですよ。ああ、そうですか。初戦使ってなかったカットボールとスライダーをね、結構使ってましたので、やっぱ若月選手とのバッテリー、うん、だからなんだろう、カーブも1回目の時より決まってましたから、ってなるとやっぱり、最初まっすぐフォークだけね対応すればっていうのが1戦目だったんですけど、それ以外のボールも対応しなくてはいけなくなってしまったので、うんうん、なかなか絞りづらくなってしまったかなっていうのはありますよね。そして誠さんから、日本シリーズのファンの歓声、まあ、現地に誠さん行かれてましたけれども、はい、どうでした？いやー、なんか思い出しましたね。あ、こんな感じだったなって、すごかったもんなっていうのを思い出したし、それは2003年、2005年はだからそんなんな2003年ね、2005年はないです、はい、僕の中では、はい、いやもう私も言ってないです、言ってないし、あんなもうだってね、一試合だけじゃ1試合したの2003年すごかったですからね、2003年2夜連続のサヨナラ、そうそうそう、あれね、甲子園で藤本さんの犠牲フライと金本さんのねサヨナラホームランと、すごかったよね。だけど僕今回一番歓声がすごかったなって思ったタイミングが、はい、湯浅くんが出てきた時すごかったです。なんかね、第4戦揺れたよね、なんか球場が、
でその後大山選手がサヨナラヒット打った時ももちろんすごかったんだけど、なんかあれよりも分かります、湯浅くんが出てきた時の方がすごかったような気がする、うん、もうそのタイミングでなんともう1万人超えました。おお、ありがとうございます。早々と目標を達成しちゃいましたけど、ちょっと目標低かったですかね。じゃあコメントでも皆さんが1万人おめでとう。ありがとうございます。じゃあもう終わる。あーもう目標低く設定するとこういうことがある。いやまだ終わらないですよ。ありがとうございます。目標達成したらもうその時点でね。違う、そういう話。いやまだ栄冠掴んでないんで。あ、栄冠。まだ栄冠掴んでないんで。そうか。1万。1万です。1万3000円達したら栄冠がつかめるの。よくわかんないね。栄冠をつかむまで。何それ。大山選手です。ああごめん、わかんなかった。ごめんなさい。大丈夫です。1万5000いこう。まあ1万5000目指して頑張りましょう。で1万5000人いくまで終われないってこと。終われまてん。終われまてん。終われまてん。やめようよそんなね。終われまてんみたいな。何の話してましたっけ。わかんないよ。完成だから、それは完成よね。だからやっぱ湯浅投手のね、うん、いやあれはすごかった本当に。まずあそこで湯浅投手をこう監督が告げたことも、僕ちょうどだからあれ、はい、解説僕がしてた日だったんで、ピッチャーを交代を告げるタイミングで大体 CM に行くんですよ。監督が口で湯浅って言ったのが見えたので、うん、湯浅だよって思って言おうと思ったら CM 行かれちゃったから、あれって思いながら。きっとね、視聴者の皆様もそう思ったと思うんですけど、ね、違う、普通なんですよ。ピッチャーを交代を告げるときに CM 行くのね。だから仕方ないんだけど、湯浅だよって思いながら。いや、あれ、まあ、正直カジャ投手かなって思って見てました。いや、だからね、右ピッチャーって考えたときにそうですよね、うん、僕も思いましたけど、びっくりしました、ね。なんかそのびっくりのあの歓声とかをどうせやったら中継してほしかった、うん、おっしゃる通り、うん、もうちょうどもうあのピッチング練習、あの、ね、投球練習してる時というか、もう回が始まる瞬間に CM 開けたからね、そうですね、うん、いや、やっぱあのコールされる瞬間揺れましたもんね。揺れましたね。だからあれをちょっとなんかこうテレビでも感じてほしかったなっていうのはあるんですけど、これはもうしょうがないです、テレビの都合上ね、うん、まあなかなか、うん、これは仕方ない。え、どうです、赤星さん、あの場面で湯浅投手っていうのどこか片隅に、 あ、 僕ありましたよ。あ、そうなんですね。掴んちゃうかなって思ってたんで、じゃなかったら入れてないわけですから、ベンチに。ベンチ入りしてましたからね、この日から。そう、だからちょうどその日に入れてたから、うんうん、これどっかで使うのかなって思ってたんですけど、ただやっぱ回がこう終盤になればなるにつれて、やっぱなかなか使いどころがって思ってるところで。しかもめちゃめちゃ厳しい場面。そう。で、あそこでね、出てきたわけじゃないですか。中川選手の時にこう出てき、はい、右ピッチャー、え、もしかしてって思ってたら、監督が。口で言わさって言ったのが見えたから、ああここで使うんやと、ちょっとなんか久しぶりに鳥肌立ちましたね。あ、うん、それお伝えできればよかったんですけれども、うん、三田義男さんから、当時と今年はどちらがファンの歓声大きかったですかという質問です。いや難しいですねそれはね。どうなんだろう、どっちもどっちじゃん。どっちもすごかったっていうことですね、うん、どっちもどっちってなんか言い方悪いよね。どちらも良かった。そう、あのすごかった、僕らの時も本当すごかったことを覚えてるんですけど、まあ、今回も本当すごかったんでね、うん、どっちが上かって言われるとちょっと難しいですけど、ただ僕はだからやってた身と見てる身だったので、うん、はい、見てる方の方がなんかすごさを感じましたね。やってる方ってどの程度こう、いやすごいなとは分かってるんですけど、はい、やっぱこ野球に集中してるんで、うん、あんまりこう選手の時もそうだったんですけど、歓声ってヤジしか気にならないんですよ。ヤジは気になる。いや、ヤジってあのヤジを言う人ってね、面白いんですよ、うまいんですよタイミングが。ブワーってなって、ふーってフェードアウトしていくタイミングでなんとかって言うんですよ。だからめちゃくちゃ耳に残るんですよ。へー、うまいですね。うまいんです。だヤジを言うタイミングを知ってるんですよ。だから日頃ヤジを言ってるから、ね、どう言ったら選手に伝わるかっていうのを知ってるわけですよ。なるほど、うん、天才ですよ。まあね、あの、うん、選手では温かい声援を、だから今なんかだいぶね、そういうヤジなんてないじゃないですか。もうあったとしても叱咤激励的な感じだから、うんうんうん、僕らの時は叱咤激励じゃないから、ヤジやから。なるほど。ある意味ヤジかクレームかもようわからない。、はい、まあ、今ねみんな応援してますけど、ね、優しくなりましたよ、本当に温かい声援だよ。野球素人さん、これあの赤星さんにすごい聞きたいんですけど、はい、あの解説でも話してました、坂本選手の配球について、はい、第4戦から、はい、
正直タイガースのピッチャー陣っていうのは、第5戦まで投げたピッチャーでいうと才木投手以外は本当にコントロールを重点に投げていくピッチャーが非常に多いんですね、はい、コントロールピッチャー本当コントロールみんないいですからね、はい、まあ、その制球力が生命線っていうピッチャーだったんですけど、はい、まあ、坂本選手に聞いた時に、ね、オリックスが、はい、僕のイメージとちょっと違うんですと、それどういうことって聞いたら、やっぱパリーグのバッターって結構振ってくるイメージがあったんですけど、オリックスのバッターはただ振るだけじゃなくて合わせてくるんですよねと、どっちかというとセリーグ的要素を持ってると、ってなるとやっぱちょっとでもコースが甘くなったりすると打たれると、だから意外とちょっと配球で今ちょっと考えさせられてる部分があるんですっていうことを言ってたんですよ。で、何かきっかけがないかなと思った時に、今日才木投手なんですと、ピッチャーがパワーピッチャーな、うちで唯一のパワーピッチャーなんですと、だから才木投手で思い切った配球をしておけば、もう一回次の日大竹投手が投げる時にその配球的にうまく使えるんじゃないかなっていうことで、多分監督も同じこと考えてたから5戦目に、あ、4戦目に才木投手を使ったんじゃないですかっていうことを言ってて、はい、だから今日才木投手が投げるんで思い切った攻め方をちょっとしてみたいなと思いますって、坂本選手が試合前にちょっと話をしたら言ってたので、あ、そっかって、確かにそうだよなって、相手が考えるようなことをしたいんですけど、やっぱそこをうまく対応されちゃうんで、ちょっと僕に迷いが生じちゃってるんですって本人は言ってたんでね。まさにハマったっていうことですね、第4戦での勝負。そういうことですね。だから、まあ、結果的に第4戦で才木投手を1回使ったことで、うん、はい、まあ、5戦目の大竹投手の好投にもつながったと思いますし、まあ、だから後のね、6戦目7戦目にも生きたのかなとは思いますけどね、はい、坂本選手の配球の目は本当にね、いや、だからもう坂本選手も MVP ですよ本当にね、うん、シーズンもすごかったですもん。 そして KK さんから、第7戦ノイジー選手がスリーラン打った時、日本一決まったと思いましたか？思わないやっぱその次の5回の3点、うん、あの時はそう、あれ4回だったし、まだね、はいはい、4回のスリーランだけじゃまだ確かに大きいと思いましたよ、はい、この宮城投手からこの序盤に 3点一気に取れたのは大きいとは思いましたけど、やっぱり次1点どっちが先に取るかによっては、1点もしオリックスが取ってればまだ3対1という状況だったので、これは分からないなと思った中で、5回次の回にねすぐ3点取った、もうあれで決まったなと思いましたけどね、はい、まあ、3点というかもう森下君が打った時点で決まったかなと思いましたね。4点目、4点目が入った時点で、なるほど。でそこでまた小山選手とノイジー選手が繋がってくれたので、あ、もうこれはありがとうございましたってねちょっと思いましたけど。え、第7戦赤星さんどんな状況でご覧になってたんですか？私は携帯で見てました。あ、東京で？いや、新幹線で移動してまして。あ、そうなんですね。要所要所でね見れなくなるんですよ。あ、そうですよね、トンネルとか。あ、おいとか思いながらおいとか言いながら入ってねえんだよ、もうずっとそう、電波で入ってねえんだよみたいなずっとそんな感じでしたよ。なるほど、はい、だからまあなんかちょっとタイミング悪く見逃すところとかもありましたけど、この辺はちゃんとずっと見れてました、はい、日本一の瞬間どうだったんですか？日本一の瞬間だけちょうどね、あれなんですよ、品川駅に降りたタイミングで、え、ちょっと待って、ちょうど降りる瞬間に岩崎君がホームラン打たれたんです。あ、頓宮選手、頓宮選手に、はい、ホームラン打たれて、うわちょっと待ってって思いながら、うん、改札を早く出て携帯をこうもう一回見ようと思うタイミングで、改札出た瞬間に品川駅にいた野球ファンの方が急にバーッ走ってきて、赤星さん優勝決まりましたよ言うなと思なんやねんってみんな、あ、そうなんか、あ、そうですかみたいな。赤星さんも独特な日本一の瞬間の迎え方してますね。なんかね、ちょっとなんか感動がちょっとなんか違う感じになってそうなんですよ。だから最後だけはちゃんと見れなかったというね、まあ、タイミングなんでね。そうだから、さっき諸国さんがね、どっちが取ったか分かんなかったって言ってましたけど、はい、いや、どっちが取ったかとかいう問題の前なんです僕は、はい、人に聞くっていうねいや、もちろんもう勝つのは分かってましたけど、はいはいはい、もうツーアウトでしたから、うん、でもね、あれ本当はあれですよ、もう監督が粋な計らいというか、はい、僕は継投に入ったタイミングで伊藤投手が2イニング行って、うん、才木投手が1イニング行くんじゃないかなと思ってたんですよ。ベンチ入ってましたからね、はい、才木投手だけど、それは、まあ、伊藤投手が3イニング行きました、はい、あれ知ってます？最後桐敷投手、そう、あれだから本当は1人1冊だったんですよ。ああ、優勝後のインタビューで岡田監督から伺いました。桐敷、湯浅、
岩崎投手していく予定だったのが、はい、桐敷投手が1人出してしまって、で、ゲッツになっちゃったじゃないですか。はいはい、だからもう、あ、岩崎投手みたいな、そう、で、岩崎君が最後だから、1人っていうところで。え、それ赤星さん、事前にご存知だったんですか？いや、じゃなくて、もう、だろうなって思ってたので。あの、桐敷投手が出た時に、あ、そういうことだなって。そうそうそう、頭から岩崎投手じゃなかった時点で、あ、多分、1人一冊だろうなっていうのは思ってたので。あのそのビールかけの後に岡田監督にインタビューさせていただいたんですけど、あの YouTube に載ってるんでぜひご覧ください。いい宣伝するね。はい、東京タイガースに出てるんでぜひご覧ください、うん、でその時にその一人一冊のお話もしてくださって、あ、 そうなんですね、それともう一つすごい驚いたのが、あの桐敷投手の侍ジャパン、 ありますからね、はい、アジちゃんのことも考えてだったっておっしゃってて、日本シリーズの大舞台でそこ考えてるのっていうのが、多分それは二の次だと思います二の次だと思います、そこは。あ、一人一冊っていうところで、やっぱり監督はだからやっぱり今シーズン頑張ってくれたピッチャーとか、うんうんうん、やっぱりこの本当にそういう選手に最後のこうところをね用意したいっていうのは多分言わないですけど、うんうん、あのそういう監督さんなんで、なんか多分その3人の一人一冊っていうのは考えてたと思いますし、うん、本当に赤星さんシーズン中からずっと桐敷投手すごく評価されてました。いや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 、もう本当でも彼がやっぱりそのね、あの何でしたっけ、フレッシュオールスター、はい、フレッシュオールスターを監督が見て先発よりも中継ぎの方がいいんじゃないかっていうところで、彼がやっぱあのみんなが苦しくなってきてる時ね、夏場疲れてきてる時にああいう形であそこにハマってくれたことっていうのはもちろん監督が見ての判断だとは思いますけど、それを意気に感じて彼がね、シーズン通して結果を残してくれたっていうのは、だって本当に安定してましたからね。そうですよね。だから困った時の桐敷投手、だからある意味岩崎投手の負担っていうのも多分軽減されたと思いますし、複数イニングいけますしね。そうなんですよ。だから、まあ、ちょっとでもね点差があれば岩崎投手を出さなくても他のピッチャーで乗り切れるっていうところもあったし、やっぱ今年はだから本当に多分監督は想定とは狂ってしまったことっていうのがいくつか多分あったと思うんですよ、今年シーズンが、はい、あの1年行われる中で、はい、それはまず湯浅くんが怪我をしてしまったことっていうのがまず一番一つ大きかったと思うんですよ。で本来であればある程度 JFK 的な3人をしっかり固めるっていうのは多分あったと思うんです、想定の中に、はい、でもそれがまず崩れてしまった、うん、で湯浅くんを最後に持っていくっていう判断をして、結局他のピッチャーであと8回7回をやらなければいけないってなった中に、はい、監督はだからもうこれはあれやと決めるんじゃなくて、ある程度みんなでこうやっていこうっていうふうに、だから連投もさせませんでしたし、あんまりね、すごく流動的でしたよね、はい、ポジションが調子の良さを、そうですそうです、最近の直近の調子の良さで、うん、だからそれがまあ一つ監督として想定外だったんですけど、うんうん、それがまず一つハマった。であと想定外だったのはやっぱり、まあ、青柳投手と西投手のね状態が上がらなかった中で、はい、まあ、村上選手に関してはもうキャンプの時からね期待してるっていうことは言ってたのであれですけど、大竹投手には申し訳ないですけど、大竹投手がここまでねやるとは多分思ってなかったと思うので、チーム最多の勝ち星ですからね。だって10個でしょ貯金1人で、考えられないよね誰が想定してたこんなの。いや現役ドラフトすごいですね。いやだけど大竹投手すごいですね。だけど現役ドラフトもね、はい、まあ、結果的に言うと数人しか結果は残せてないんですよ、うん、で変な話今回戦力外になった人って結構多いんですよ、うん、って考えるとすごいですよこの確率、うん、あの中日の誰でしたっけ、細川君と大竹選手だけじゃない、うん、活躍できたのは、うん、って考えると持ってるね、うん、持ってるねっていうか、でもそれは大竹選手が ね努力した結果だと思うし、ずっとねホークス時代からやってたことが阪神に来て、はい、環境もバッチリあったということですけれども、ね、まあ、そういったピッチャーの采配も含めてなんですけど1年通して岡田采配どういうふうに振り返します？いやもう本当にキャンプの時から言ってたことをブレずにやっぱりやれるのが岡田監督なので、もうやっぱりそのブレずにやり通しましたよね、まあ、その象徴がやっぱ木浪選手を8番から一切動かさなかったっていう、本来であれば近本選手が怪我した時に動かしたくなるんですよ。一回動かしましたよ、1日だけね。1日だけね。1日だけ2番でしたね、木浪選手がね。動かしましたけど、すぐ戻しましたよね。はい、やっぱだから普通は、だっていい調子いいわけじゃないですか、打ってるんだから。打ちまくってます。そう。だから上位に入れたいっていうのはある中で、何があろうとしてあそこは動かさなかった。
でもあそこっていうのは最初スタメンはね小畑選手だったわけですよ。でもやっぱりあそこのポジションを一切動かさなかったことっていうのもやっぱり監督の信念だと思いますし、やっぱりやりたいことっていうのをずっとねブレずに やれるっていうのが岡田監督の、これは僕現役の時からねずっと感じてたことですけど、だからやっぱある程度そのレギュラー陣を固定したことで調子が悪くても、例えばノイジー選手だって多分本当だったら外すよもっと、だって2割4分の9本でしょシーズン中9本なのに日本シーズン2本打ちました、ね、はい、で結局そのシーズン中だって我慢して使い続けたわけじゃないですか、はい、だからね、ちょっと守備の人かなと思って見てた。そうそう、守りがあるからもちろん使えるっていうのはあるんですけど、助っ人よ一応助っ人でさ2桁もホームランいってなくてさ打率2割4分台ってさ、普通の監督だったら外しますよ変えますよ、だけど使い続けた、だそういう信念っていうのは感じるし、やっぱりその森下君と佐藤君に関しては厳しさもありながらなんだかんだ言って外すんですけど、最終的にはまたこうねチャンスを与えて、だからあそこだけでしたよね、いろいろ外したり使ったりしてたの、ね、後のポジションに関してはね、まあ外す理由がないっていうのもあるんですけど、でもそれをやっぱり貫き通した采配と、まあ、ピッチャーに関してはだから先ほど諸国さんも言ってくれましたけど、想定外のことが起きた中で臨機応変としたことをされた、ここに関しては多分監督としては想定外だったので最初のイメージしてたプランとは変えたと思うんですけど、でもそれはやっぱり今の時代の野球というんですかね、昔だったら JFK の毎日言ってたじゃないですか、そうですね、場面が来ればもう久保田投手なんか何連投するんだっていうねいつも投げてました、うん、でも本人もいけますいけます言うてたからね、はい、だけどそれが、まあ、今の現代ではちょっとありえないっていう中で、監督もだから3連投とかはさせないっていうね、っていうこれは安藤コーチとの多分話の中で会ったことだと思うんですけど、でもそれをやっぱりしたことっていうのはね素晴らしかったと思うので、まあ何でも素晴らしいですよ勝ったら、うん、そうですね、はい、勝てば官軍、そうもう本当そうです、はい、そして、大和由美猫さんから、赤星さん今年も臨時コーチありますか、今年来年、ね、来年も臨時コーチありますか、いや分かんないですよこれはじゃあもう別に臨時コーチ行ったからって別にそんなもう今の選手たちとそんな会社変わんないですよ、そうですか、変わんない変わんない力あるもん、うん、もうそれはだって感じましたよ、だって本当に行ってみて走塁だけでもそうでしたけど、はい、守備の部分見てもね、あこんな守備で負けるようなチームじゃないなっていうのは思ったので、うん、まあ、そういう意味で言うと本当ね選手は成長してるんで、まあ、もしそういう機会があればね、もちろん断る理由はないので、ぜひ、ね、また力になれたらなとは思いますけどね、みたいです、はい、そして伊藤航さんから、はい、来年の抑え予想は下村、ほぉ嘘ガイ、いやいや、でもそれぐらい下村投手は僕はすごいと思ってますから、ね、ドラフト1位、はい、青山学院大学の下村投手、はいはい、もちろん先発の方がいいんじゃないかなってちょっと思ったりするんですけど、はい、やっぱ今のちょっと先発陣に割って入るのはこれなかなか難しいんじゃないかなって思うんですよね。だからそういう意味で言うと、まあ1年目から僕はある程度のところで使えるんじゃないかなって思ってるピッチャーなので、まあ抑えはでも違うね、今ちょっと盛りましたけど、抑えはやっぱ経験がないと難しいので、来年はでも岩佐投手で行ってほしいかなと思いますけどね。岩佐投手もよく間に合わせてきましたね。いやまあでも本当になんとかチームに貢献したいという気持ちがねあったと思いますし、よくでも本当 WBC からね、はい、頑張ってくれたと思いますよ。そうですね、苦しんだもんね、来年は絶対、うんうん、生かしてくれると思いますし、そして同時接続者数が1万1000人を突破しました。なんかさ、いやすごく嬉しいんですけど、はい、さっきのさ5000人ぐらいからのさ伸び方とさ、この1000人増えるまでのさ1万人超えましたって、さっきすごい勢いで1万人超えたじゃん、一気に。だから今の私のテンションもそんな高くなかったでしょだからやっぱり、まあ、ここまで来るとやっぱちょっと大変なんだなっていうのはちょっと感じましたよね。皆さんチャンネル登録と高評価グッドボタンお願いします。高評価グッド増えたらなんか広まりやすいのかな、広まりやすいね。あ、そうなんですね。あ、めっちゃごめんね、全然分かんなくてめっちゃグッドされてるわってことで他の人が気づいてくれやすいようなので。そうかそうか、そうですよね。岩佐投手が脇腹、はい、だから右前腕、うん、
怪我して復帰直前で左脇腹怪我して、はい、でその数日後に鳴尾浜で会ったんですよ、うん、でちょうどもう湯浅投手全然怪我してからしばらく外出てなくって、外出てない、鳴尾浜に来てグラウンドに出てないと思う、グラウンド出てなくって、うん、で室内トレーニング場もあるじゃないですか、はいはいはい、そこも入らずもう本当に来て姿を見せることなく帰るみたいな日が続いていたんですけど、うん、瞑想してたんじゃん。なんか屋上で、うん、あみんな野球やってるなって見てる時間とかあったそうなんですけど、本当に脇腹やってるから何にもできなくて、まあ、治療ぐらいしかできないですよね。そうなんですよ。だからずっとひたすら治療をして、うん、で、そこから終わったらまた治療院行ってみたいなことしてて、だからその車の振動も痛むし、うん、寝返りも打てないし、ずっと右下にして右を下にしかしてしか寝られないしみたいな。あるわ、俺も肋骨3本折ったからね。あ、本当ですか。肋骨3本折れた時呼吸もできなかった。ああ、やっぱそうなんですね。で、笑うのも浅い呼吸しかできない。あってだーってなってたからね。はい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 って無味無理みたいな、ね、だからあってなんか呼吸の仕方分かんなくなるんだよ、本当にどうしたらいいか分かんないっていうか、そんな状況だったのに。いや、それぐらい辛かったと思いますよ。なんかすごくもう何もまだできない状態なのにすでに前向いてるんですよ、うん、もう怪我の翌日からもう日本シリーズに向けて戻れるためにって、ね、うん、この精神力何なんですか。でもね、結局ね、やっぱりその逆算してって目標がそこにあったから、そこに合わすために努力できたと思うし、気持ちを切らさずにいけたと思うんですよ。ただこれが先が見えなくなってしまうとなかなかこう前に進めないっていうのはあると思うので、湯浅くんのそのそこをまず目標設定として立てたことっていうのはすごく大きかったと思うし、本来普通のピッチャーであれば多分来年のことを考えちゃう人もいると思うんですよ。ってなるとそんなにねリハビリも多分うまく進まなかったと思うから、これだけ早く復帰できることってなかったと思うんですけど、その目標設定の仕方がね、さ、湯浅くんのすごいとこかなとは思いますよね、うん、そのポジティブさも本当に頭が下がるなって、うん、いや、だからこそああいう場に戻ってこれてああいうピッチングができたんだと思うんでね、多分シミュレーションしてたと思いますよ、常に日本シリーズで投げる自分のイメージを想像しながら逆算してやってきてたから、はい、あの登板のイメージもできてたんじゃないですかね、うん、そうですよね。ご自身が一番驚いてないというか、そうそうそう、本来であれば登録してくれたことで驚いてしまうか選手だっているわけですから、だからそれはだから本当にしっかり準備できてた証拠だと思いますけどね。そして猫神姫さんから来年連覇確率どのぐらいでしょう。 92%。 うわ、 92%、 そこまで行くなら100どうですか。いや、それだってさ、不安要素はたくさんありますよ、はい、どのあたりに感じますか。いや、もちろんだってまあ岩崎投手なんか多分相当な金属疲労がねあると思いますから、でまあ、正直タイガースの中継ぎ陣っていうのは、まあ、結構こう試合数登板が多かった翌年に結構故障するピッチャーが実は多いんですよ。だから2年続けてこう結果を残した中継ぎ陣って実はほとんどいなくて、今岩崎投手だけなんですよ、中で投げてるピッチャーっていうのが、はい、まだ、まあ、変な言い方悪いですけど島本投手とかも、まあ、ちょっと手術明けで頑張って今ね結果残し始めましたけど、はい、やっぱり来年しっかり結果残せるかっていうところでいうと、みんなね今回桐敷投手もそうなんですけど、やっぱ2年3年続けてね、やっぱりある程度一人前ってよく言うんですけど、そういう中でちょっと1年の実績しかないピッチャーっていうのが多いので、まあ来年だからどれぐらいねこう続けて結果を残せるかっていうところもそうだし、まああとだから今年先発で活躍した村上投手と大竹投手もね、はいはい、来年は間違いなく対策を練られてくるでしょうから、そこを上回れるかどうかっていうところもそうだし、ただ戦力的に言うとまあ熱いですよ、うん、やっぱファームの方にも、はい、まあ、今年ドラフトでね、3人ほどピッチャーをまた取りましたし、それもある程度即戦力になりそうな上位2人なんかっていうのがある程度戦力になってくれるんじゃないかなと思いますので、下村投手と椎葉投手、はい、なる投手だと僕は思ってるんでね。おー、じゃあ割って入ります、この強力投手陣に。だから誰かがダメだったら、まあ間違いなく割って入ってくるでしょうし、ある程度監督も経験はないかもしれないですけど、はい、そのライン上にはね乗せてくるとは思うので、ちょっとでも上行けばね十分チャンスはあると思いますし、まあ、あとは攻撃陣に関して言うと、はい、まあ
1234に関しては81234、8に関しては来年も多分不動でしょうから567は微妙うん微妙微妙、うん、まだやっぱり佐藤選手に対する信頼っていうのは監督は多分そこまで高くはないと思うし、一番まだ信頼したらダメだって多分思ってると思うんですよね。これやっぱり日本シリーズで結果出せませんでしたよね、佐藤君に関してはね、あんまりね。まあでも彼の盗塁から始まってるんですけどね初戦の初球を、だってあの1個だけでしょ、この日本シリーズ、この日本シリーズ盗塁、あ、そっか、だって近本君も中野君もアウトになってるんですよ。ああ、確か盗塁1のはずだよ、盗塁1、そうで、しかもそこで先制して、そう、だから近本君すっげえ打ちましたけど盗塁0やからね、盗塁だけど、しかも佐藤選手の盗塁、中野選手が失敗した後に、そう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 、だから意外と、だからその走る攻撃っていうのはあの1戦目の隙をついた佐藤君の盗塁だけだったので、逆にその初戦で走る攻撃が機動力を生かしてあれだけのビッグイニングになったじゃないですか、はい、それを2戦目以降もっていう風にはならないんですか。だからやっぱり若月選手のね、やっぱ肩っていうのは警戒してた部分もあったでしょうし、実際にやっぱだから中野くん、近本くんがアウトにされるってことはなかなか決まらないよねっていうのも多分あったと思うし、まあやっぱり相手のその投球モーションを見てたらね、やっぱちょっと行きづらいピッチャーが多かったっていうのはあるので、まあそこよりもきっちりだから中野くんが送りバントするっていう手を監督は先方として多く選んだのかなっていう気はしますけど、甲子園送りまくりましたね、うん、送りまくった、だからまずはやっぱその1点の重要性っていうのが多分あったと思いますし、はい、まあ、だから攻撃陣に関してはやっぱりノイジー選手の去就がどうなのかっていうところが注目されてますけど、僕はね、なんかそのノイジー選手にもちろん残ってもらいたい、美恵ちゃん残るのはね確定してるみたいですけど、やっぱり希望はやっぱりレフトはね、競争枠っていうのが欲しいですよね、やっぱり前川君であったり井上君であったり、他にもただね、いつぼ君とかね、楽しみな選手もいっぱいいますから、はい、小野寺選手もね、小野寺君、そう、小野寺君よ、いや、小野寺選手めちゃくちゃ仕事しますよね、いやいや、試合に出たら、俺一つだけ不満だったのが、はい、DH 小野寺ってどっかであると思ってたんですよ、はい、なかったね、うん、うん、私も出て欲しかった、いや、僕ね、今年やっぱりだから、はい、ある意味ちょっと評価してあげたいのが、小畑君と小野寺選手、はい、君の2人なのよ、小野寺選手と小畑選手、うん、あの2人たまにしか出なかったよね、でもたまに出た時にさ打つじゃん、で僕ずっとだから小畑君にも小野寺君にもシーズン中ね、いろいろ話聞いてたら、はい、特に小野寺選手は去年まではもうなかなかチャンスがもらえなくて、もらった時に結果を出さなきゃ結果を出さなきゃで結局ダメで2軍に行くっていうパターンだったんですと、だから今年はちょっとそういうのをちょっとまず考え方を変えようと、変えてでなんとかその結果が出せればいいなって思ってやってるんですけども、とにかく準備だけはいつも毎日自分のレギュラーだと思って出るぐらいのつもりで準備してますって言ってて、それが結果的に多分良かったんだと思いますし、だから彼らやっぱすごいですよ、あれだけ試合感が鈍ってる中で結果を残せる、だからもう多分岡田監督からしても、はい、たまにこう木浪選手をね休ませて大橋選手を使うとか、たまにこう外野手誰かが休ませて小野寺選手を使うとかっていうことができたこともすごく大きかったと思うので、だからね DH あるかなと思ってたんですけどなかったね、逆方向へのバッティング今シーズン本当に光りましたよね、なんか今まではねインコースに来た時にちょっとオープン気味に打つタイプなんで、はい、ちょっとインコースをこうなんかぐしゃってなるパターンだったのがうまくこうぐしゃっていかないように右方向の意識というかね、はいはい、詰まりながらこうあそこに落とすっていう、なんか紅林選手がね、はい、やるようなこう右打ち、紅林選手もうまく詰まりながらライト前にポテンポテン落としてるんですよね、ああいうのもねできるバッターだと思うので、だから貴重な戦力ですよ、今年やっぱり結果残せたので来年はある意味そのレフト争いにね加われるような選手かなと思うのでって考えるだけでさ、はい、来年大丈夫でしょ、お楽しみ、いやもう来年も連覇してくれるものと思って、うんと思うんですけどね、心の準備してます、まあ、他のチームと比べてみてもそう思うよね、ちなみにチキさんから優勝した次のシーズンのモチベーションは保てると、いや分からん、日本一になったことないもんリーグ優勝の後はだって目標があるじゃないですか、もう一個日本一、あーそうか頂点いっちゃったから、そうでもまあどうなんですか、分からない
まあすごい誠実ですね。分からないことは分からない。いやいや、だってこればっかりは、だからやっぱりある意味何かやるにあたってさ、だからさっきの湯浅くんの話じゃないけど、はい、湯浅くんもその日本シリーズに間に合うために逆算してってあったじゃないですか、はい、やっぱ目標設定がなくなるっていう意味で言うとちょっとね不安要素ではありますよね。だからやっぱり連覇する、その日本一連覇っていうのは相当難しいってよく聞くんですよ。一回多分モチベーションがねちょっとこう下がってしまうっていうのもあると思うので、だね、それ 今の話を聞いてると、はい、もしかしたらちょっとそこが一つネックになるかもしれないですよね。あの選手たちのモチベーションがどこに持っていくのかっていう部分でいうと難しいところかもしれないので、みんな未知の世界ですね。だから 87% に下げます。うわりゃりゃ結構下がりましたね。 5% 下がった。 5% 5% 大きいですよ。いやでも 87% ですよ。そしてじゃあここで箸休め的な質問を、みっちさんと福田元気さん、は赤星さん、老けない秘訣は？これ箸休め箸休め、老けない秘訣、ちょうど1時間経ったというところで箸休め皆さんに、秘訣、いや秘訣というか、まずはこうやってテレビとかのお仕事をさせてもらってることが一番大きい。すっごく真面目に答えてくださったんですね。え、真面目に答えなきゃダメ。ありがとうございます。だって人前に出る仕事をしてるわけだから、はい、やっぱちょっとこう気をつけるじゃない。だから僕はだからその例えば太っちゃダメだなとか、耳が痛い、いやごめん キャラっていうもんがあるじゃん。キャラなんかそのフォローも胸が痛い。違う。だってさ、諸国さんがよ、あの食べるキャラもなくなりってなったらさ、ちょっとさ、今までやってきたさ、諸国さんのイメージが変わってしまうわけじゃん。私のイメージそれだけですか？食べてね、こう元気でこう、はい、こう視聴者の方に元気を与えられるアナウンサーなわけじゃん。でもそれが、なんかちょっと、実は私、小食になりまして、痩せましたじゃあさ、多分みんな元気にならへんよ。なんかこの必死なフォローもういらないです。どうぞどうぞ、ご自分の話で。そうそう、だから、はい、その、まあ、ちょっと例えば自分の中で設定してる体重があって、はい、そこについてしまったら必ずそこを減らすっていうことを常にやってますし、であとはあの顔とかもあのあれです、エステ行ったりとか、あとその何ですか、美容液とかを、で、あの、で、まあ選手の時からやっぱり日焼けしてきたじゃないですか、うん、はい、でやっぱシミとかに なるとかもよく言われてたんですけど、まあ、今でもゴルフとか行くから真夏とか暑いじゃないですか、必ずゴルフ行った後にはもう徹底的に美容液でこうやったりとか、あとメイクもねテレビ出てるとするので、はい、メイク落とした後に美容液を使ってこうやったりとかっていうのはしてます。今まであんまりそのそういう観点で拝見してなかったんですけど、お肌めちゃくちゃ綺麗ですね。そうだからお肌めちゃくちゃ綺麗ですね。綺麗でしょ、はい、だからこれ僕嬉しいことにどこの局行ってもメイクさんにあの言われるんですよ。肌綺麗ですよね。もう肌から目が離せなくなってきました。いやいやいや、だから本当にあんだけ日焼けしてた割にはシミも少ないですよねって言われます。え、選手間ではどうなんですか。でももう日焼け止めも気にないじゃないですか。いやだって今さ、あの子慶応高校のさ、名前どう忘れちゃった。あ、だってあの子だって日焼け止め、丸田くんだ、そう丸田くん日焼け止めだって常に塗ってるんでしょ。あ、そうなんですか。だってさ、あの日本代表合宿行った時に見に行ったんですよ、取材で、はい、一人だけ白いのよ。目立ちますね。だって夏の甲子園ガンガンの中でやってたでしょ、はい、で終わってまだちょっとしか経ってないのに合宿行ったらさ、丸田君、ああいたってすぐ分かるの。一人だけ白いのよ。美白、そう、なんでそんなに白いのみたいな。で聞いたらその日焼け止めもきっちりやってますみたいな、でいう選手もいるし、まあ、実際健康のためにもね。であとやっぱりね、タイガースの選手たちって、はい、あの今すごくそういうところもね気をつけてるみたいですよ。僕らの時って全くそんなのねもういいよって全く気にすることなかったんですけど、はい、今の現役の選手たちは結構そういうところもね気にしながら手入れもしてるっていう話を聞くので、今のうちにやっとけばね野球引退した後もあの若くいられるんじゃないかなっていう。ぜひ皆さん参考にしてください。はい、現役選手も見てるかもしれない、ね、いや見てないでしょ。見てないです。だってもうシーズン終わりましたから可能性としてはありますよ。いやもうみんなねこういう時間何してるか、あ、何してるんですか。もうとにかくあれでしょう、まず休みたい、好きなものを食べたい、
多分選手によってはこう食事もね結構気にしながら食べてる人もいると思うので、うんうん、好きなものを好きなだけ食べたいっていうふうに思ってる人もいるでしょうし、うん、あるでしょうね今はね。ではそして続いての質問、プーチョビさん、村上頌樹投手契約更改何倍ぐらいになりますかね。これ難しいとこですよね。これ推定年俸が750万円と、うん、あの MVP のね、まあ、賞金が、あの新人王も多分取るでしょうし、うん、最優秀防御率のタイトル取ったでしょ。どうだろう、7億円ぐらいじゃん。そうそう、適当言われてます、ね。これ難しいところで、過去の例えばその、新人を取ったようなピッチャーの年俸って、例えば、まあ、松坂大輔投手とかなんかっていうのはすごく上がったイメージがあるし、ダルビッシュ投手とかもね結構上がったイメージが。でも元々もいいんじゃないですかそのあたり。まあ、松坂が投手だったら1500万ぐらいからだったと思うんですけど、まあ、その半分ですよね、750万で。ちなみに僕が新人を取った時っていうのが、はい、1200万から4000万になったんですね。でその時タイガースの中ではすごく上がった方だったんです、うん、ただ僕ビリでしたから順位が。ああ、ドラフトの順位が違います、チームが。ああ、6位です。チームのあれ、チームが例えば優勝したとかだったらもっと上がってたはずなんですよ。って考えると日本一ですから、だからまあ普通に考えても7500万ぐらいじゃないですか。うわ、10倍、まあ1億はさすがに無理でしょう。うん、多分だからこれ多分セ・リーグ制覇だったら5000万ぐらいかなと思ってたんですけど、これ日本一になって日本一も勝ちましたから1戦目って考えると10倍はあるかな。でもこれ多分ね、村上選手が10倍ぐらいになるんだったら、はい、他の選手めちゃくちゃ上がるよ。そうですね、うん、近本選手が確か1億7000万でしょ今。どうなっちゃうんですか。5億だね。近様ならんね、ならそこまで多分ならないけど、うん、それぐらいの価値はある。5億円ぐらいの価値は、ね、だけど多分無理やな。入団してから毎年ですからね。そう、1億7000万からどれぐらい、3億かな、3億の攻防かな。鼻のオフですね。そうで、大山選手も1億なんぼや、1億5000万ぐらい今。近本選手の方が上だったよね確か年俸ね。近本選手の方が上です、上のはず。大山選手、まあだから近本選手に関してはまあ最低1億アップだろうね。コメント欄もすごい来てます。なんか一番今日一の盛り上がり。いやいや、あのね、みんなお金のこと好きなんですよ。うん、あの赤星さん流のその契約更改のテクニックというか。あ、テクニック、これはね、これみんな見てください。いやいやいや、先週。これは申し訳ないけど、はい、話術で変わる。もう。プロ。これね、はい、あの多分皆さん知ってる人もいるかもしれないですけど、契約更改ってどういう形で行われるかって知ってます？あ、もうなんか、なんとなくイメージでしか。だから例えば僕がじゃ あの契約更改に行く選手だとするじゃないですか、はいはい、向こうに、まあ、1人で行きますよね、大体行きます。そしたら相手が最低でも2人いるんですよ、その契約担、あの交渉の担当の方と、はい、まあ、球団の誰か3人いる時もあるんですよ。そんなんさ、向こうはある意味交渉のプロじゃないですか、はい、何喋れって話なんでしょ、1対2とか1対3で、はいはい、だけどそこをどう喋るか。一番決めてたことってあるんですか。決め事というか、なんかそんなのすぐ折れないですよ。だけどその説得力も必要なわけですよ。それも理論武装して、もちろんもちろん、いかに準備するかですよ。どのぐらい準備していったんですか。例えば、まあ、簡単に言うと資料これぐらい。だから当時はね、紙しかないから、今だったらなんか iPad かなんか持ってさ、そこに資料を作ってさ、持ってって説明すればいいと思うんですよ。すごい。でもそれぐらい準備して行ってましたし。それ全部自分でしてたんですか。いや、いろいろ資料は作ってもらったりしましたよ、もちろん。で、僕はこういうの出し作ってくれとかっていろいろ言いながら、あとだからもうテクニック、これは向こうにどんだけ納得させられるかっていうところもすごく大事だし、だからもう今だからいいか、時効やから言うけど、はい、あの最初も行って提示されて、あのまあまあ下交渉っていうのがあって、まあ、事前にねちょっと話し合いをする機会とかもあったりするんですけど、まあ、その時点で納得してなかったんです僕は。
で本講師の時にパッて見せられてちょっとしか変わってなかったから、はい、あ無理です押せませんって帰りますって言おうとして立とうとした時に、まあ、ちょっと話しようってなってちゃんと話をした結果、まあ、すいません押せませんと保留するのはちょっとあれなんですけどもう仕方ないですっつって帰ろうとしたことがあってちょっと待てとちょっと待っててくれて15分で変わりましたから、なんぼかは言いませんけどじゃあ最初からって話ですよね。15分で変わるならあともう今だから言うけど僕ね2003年にもう時効ですよ。もうそうそう2003年優勝しました、はい、その時に年俸が1億円になったんです。おめでとうございます。だけどこれ提示額が1億じゃなかったんです。えおいくらだったんですか。もう言う999だったんです。9中途半端やすねって言ったんですよ。一言目えってなって中途半端ですねっていやえ優勝ですよ言うて18年ぶりの言うてえなんで霧のいいところでみたいなっていう話をして、まあ、結果最終的になったんですけど僕は保留とか行くかしてないです。あになったんですけどその場でなんだなその場というかまあちょっとね急になりました。はいはい なりました、はい、不機嫌だったんです。あの記者会見でえそりゃそうじゃないですか。だってその最初にポンって提示してくれてたら気持ちよいやありがとうございますって来年も頑張りますって言って要はだからでも後々分かったことなんですけど、はい、阪神も抑えなきゃいけないんですよ。それが仕事なんで交渉の人たちは、ね、いかに抑えるかなわけじゃないですか、はいってなったらお互いがやっぱ納得した形で行くことが一番いいんですよ、うんうん、だからこう気持ちよくね行けるかどうかってとこもすごく大事だしだから契約交渉ってねすごく難しいんです。だから彼らがどれぐらい上がるかは多分彼らの話術次第。最近一発が多くないですか。いやだからこれはだからある程度これ僕ら実は僕らの時から、はい、やっぱりそのどうしても保留をすると見てる人からするとやっぱり先頭してると銭の方銭ね銭の方イメージ良くないと、うんだからできるだけ下交渉してあげてくださいと。これ僕が選手会長の時もすごくお願いしてて素晴らしい選手会長でなるべく時間作ってあげてくださいと、はい、でそうすればみんなその保留せずに一発でこう押せるじゃないですかと。だから僕一回だけこれ長くなってもいいのかな大丈夫かな、はい、これあれですよ2005年優勝した時どこで下交渉したか知ってます、はい、どこで一番最初ホテルじゃないんですか。怒られるかな俺球団球団事務所球団事務所え球団事務所あの優勝旅行に行く飛行機の中みんなが寝静まってる時に僕起きてたんですけど、球団の人と球団の人とあっちょっといいかってあいいですよっつって何の話かなと思って多分時間ないからとか言って言われてでそこで言われた額が結構ないい額だったんですよ。いやそれはっつってほんでじゃあ向こうのホテル着いてからちょっともうまた話しようってなって向こうのハワイだったんですけどハワイのホテル着いてまたそっちで話して機内だけじゃ終わらなくて終わらなくて話して、まあ、ちょっととか言っ て優勝旅行中ですよね。そうそうそうほんで帰ってからあのまた一回やってねでそこではだから僕の最初の時点で納得してたんですけど本当は、うん、本当はねあ結構いい額やな、うん、あこれいいやんって言いながらもこうちょっといやーとか言ってたらあの最終的に上がりました。わあ、話術交渉術まあね、それをうまく使ってきましたよ、私もね選手の皆さんにもぜひね、モチベーションを上げるためにもね、頑張ってほしいだからやっぱその、これある意味選手たちに頑張ってほしいのはこれ、だってみんなね、これが評価なんですよ。はいね、だから頑張ってもらわないと。赤星さん、はい、走塁以外にも先頭の臨時コーチしてますあれだね、俺代理人で行こうか代理人でねちゃいますその選手のその契約交渉を俺がするっていうこう新たないい、ね、ビジネスだね。球団めっちゃ嫌じゃないですか。嫌だと思うよ一応 OB だしねなんでお前がやってんだみたいなこれ大丈夫これもうね大丈夫とか言ってもなんでもう世界中に配信されてますやばいねこれクレーム来るで安心だいやもう楽しかったんでよしでしょいやいやよくないでしょ日本一になりましたし、まあ、でもねやっぱりそのこういう時にしかなかなかねあの言うことも言えないでしょうし、うんうんうん、あの給料を上げてもらういい機会だと思うんでこれ以上だってないわけですよ。そうですよね一番だって上げてもらわなきゃいけないタイミングですからね、はいうん、だからもう選手たちにはみんなねあのその辺は
自分たちの評価なんで頑張って交渉してもらいたいなとは思いますけどね。もうなんか戦闘コーチとか戦闘代理人とかあのすいません、あの新たなあだ名ができてしまいました。いやもう本当にまあでも多分嫌だったと思いますよ、球団のその交渉担当の方も。1万1000人見てますからっていう、 僕と交渉し合うのは嫌だったと思いますよ。いろんな小ネタ出してくるから、ね、いやでもそういう交渉術ですよね。いやだから結局そういうのであの話をする経験っていうのはできたし、だから僕だからある意味選手会長やってたことで、はい、いろいろ球団にお願いすることとかも、例えばそういうファンサービスをどうこうしようとかっていうのもいろんな方とこう事務接種しなきゃいけなかったわけですよ、はい、それを結構やってたことっていうのはこの業界に来てからちょっと生きてるなとは思いますし、はい、あーなるほど、交渉、はい、そうですよね。だからそうやって喋ることもね、あのある意味選手時代に上達したのかなって思いますし、まあ、選手会長でいうと中野選手が、はい、新選手会長、新選手会長、うん、いいんじゃないですかね、いいんじゃないですかね、うん、うん、まあただあのなんだろう、まあ、近本君もそうでしたけど、はい、結構ねちょっと我が道行くタイプなんでね、お意外とまあ近本選手我が道を行くイメージありますね、うん、あるでしょ、はい、うん、会話に慣れ立たない時あるからね会話が慣れ立たないとは言ってない、なんか巻き込まないでくださいそんなん言ってない、哲学者っぽいなと思います。そうそう、だからねそれがまたすごいなって思うんですよね、はいはい、うん、あここで終了まであと5分というところで、なんかね実はさっきもね5分で出てたんだけどずっと5分これ一生5分かもしれない、一生5分だよこれ多分。皆さん質問どうぞ、質問どうぞ何それ、エリザベス女王杯の予想はちょっと待って、気になる、いや気になるけど、じゃあ俺今何も想定してないからさそういう準備してないこと言うのやめてもらえ、失礼しました、選手会長ってめっちゃ忙しいんでしょっていう質問。あ、まあ忙しいっていうかやることが多いですよね、その野球以外のことっていうのがすごく多いですし、年に何回かはあの選手会の12球団の会合とかにも行かなければいけないので、うんうん、はい、そういうのもあるし、まあ、いろんなところで何かこう球団がやるってなった時に僕が代表でねいろいろ話を聞いたりとかっていうのをしなきゃいけなかったの で、うんうん、でそれを聞いて選手たちに僕が言って、特に僕らの時はあの諸先輩方が多かったので、そうですよね、あの皆さんにね納得をいただく説明をしなければいけなかったので、話術鍛えられますね。いや、まあ、ただあの時は、はい、でも本当金本さんとか矢野さんとか下柳さんとか、まあ、みんなねなんかもうお前に任したって言ってくれてたんで、もうお前がやりたいんだったらやってくれればいいからって言ってくれる先輩だったから、すごいやりやすかったのが確かにありますけどね、はい、優勝旅行の思い出は、優勝旅行の場合ね、さっきの機内以外機内以外、それはもうあれですよ、こうやってね今やってますけど、読売テレビさんに2003年優勝した時に優勝旅行でね、企画を、陣内さんがね企画を立てて、読売テレビさんのトラトラタイガースですよの中で、私をもてなしてくれるという企画をやっていただいて、全くもてなされないある意味罰ゲームやろ、これぐらいのガの幼虫食べさせられたりとか、あの高所恐怖症なのにフリーフォール乗せられたりとかで、僕兵所も持ってるんですよ、で最後ね一番最後に夜景を見るっつってね、ヘリコプターですよ、ヘリコプターが一番あかんのですよ、狭いし高いし、確かにもうさパニック障害出そうなんだけど、もうだからいい思い出じゃなくて嫌な思い出しかない、大変失礼いたしました、おもてなしみたいな感じでしたけど、なんか別におもてなされてる感じじゃなかったなと思って、あ、じゃあ一番のいい思い出は機内の交渉のおかげで年俸が上がった、上がった、うん、あのあれですわ、そのなんだかあれのチャーター機やったから、あいわゆるあのすっごい席あるじゃないですか、こうリクライニングとか、そう、もう 4席しかないとかさ、へえ、そっか、で僕一人だったから、違うご家族の方とね、俺一人だけ端っこでね、こうやって一人だけやってる、で他のご家族みんな家族で来てるから楽しんでるじゃん、一、うん、人だけずっと触ってさ、何もやることなくで、そういう隙を見て、交渉が始まってあ、そっか、だから暇だったからよかったの、ちょうどよかったですね、そう、子供とかね、その時なんか最初遊んであげてたんですけど、疲れてくると寝るじゃないですか、皆さんはい、はい、で、みんな寝てるからよし、タイミングやと、手狙われたのかなと思ってラッキーでしたけど、僕的にはなるほど、あ、鳥谷さんの俳優デビューについてどう思いますか？いや、うまかったと思うよ、うまかったと思う、うまかったというか、彼ね、やっぱり向いてると思うのよ、表情を変えるタイプじゃないので、はい、なんかこう、
演技をしてる顔じゃないの。あ、自然にやってるから、なんか普段とね、ちょっと普段言わないようなセリフでしたけど、なんかね、なんつうんだっけあれ、なんか、なんて言ってましたか、なんかすごいなんかあのクソガキ、あ、そうそう、お前らクソガキ、このクソガキがみたいなっていう、言わへんじゃないですか絶対。言わないですね。それをなんかしれっと言える鳥谷さんがね、すごいなっていう、ね、鳥谷さんがね、はい、再度確認、来期の優勝の勝率は87% 変わらずこの1時間では特に変わらず、はい、まあ、これが多分だから怪我人とかが出てきたらね、またちょっと1年棒に振らなければいけない怪我だとか、そんなのが出てくると、まあ、75% とかに下がっていくかもしれないですけど、まあでも普通にやったら 87% ぐらいの確率で連覇はできるんじゃないかなと思ってますけどね。来年も秋予定開けときますはい、最後に奥田さんとゴルフする予定ありますか？いや、ないです。ないです。あ、そうなんですね。ないないない。そんなもう行ってみたい、行ってみたいじゃない、行きたいですけどね、機会があればね。きっとね、機会はあるんじゃないですか。いや、どうですか。監督もでも多分本当ゴルフは全然行けてないからなって言ってましたし、とにかくでも休みたいっておっしゃってましたわ。うん、本当かなり日本シリーズ。いや、本当にね、シーズン後半ぐらいからあの藤原候補がね、あのトールちゃんが監督だいぶお疲れですっていうのを聞いてたので、まあ、とにかくゆっくり休んでほしいですよ。はい。そうですね。そして英気を養ってというか、でも休む言うても秋季キャンプ行かれますね。この間喋った時は、あの多分オフもいろんなイベントがあるから、ね、忙しいから秋季キャンプで休むわ言ってました秋季キャンプでちょっとあのまあまあ、だから練習はもちろんやりますよ、はい、だけど夜とかやることないから、そこでゆっくりするわっていうことです。秋季キャンプを行くだけって何をしでもね、あのお昼間は若手前川選手だったり、井上選手だったり、野口選手もねアピールしてますから、ね、どんどんアピールしてもらいましょう、うん、はい、ということで1時間20分お伝えしてきましたが、もうあっという間にえ、1時間20分もやったの？はい、あの8時20分になりました。ありがとうございます、はい、結局最後まで1万人の方がご覧くださってありがとうございます。赤星さんが毎週月曜日に夜8時からやっているラジオ放送赤星のりひろの入ってねえんだよでのコラボ配信は詳細が決まり次第YouTube のコミュニティや X に投稿しますので、ぜひそちらもご確認ください。そしてご覧ください。概要欄にラジオ放送のリンクも記載しております。改めて番組名、赤星のりひろの入ってねえんだよ、何回言うのということで、いや、このタイトルにしてんのが失敗だわそういういじりを求めてたわけじゃないの？ない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 違ったんですね、はい、これ僕の意思じゃないからね、はい、あ、ということで、あ、面白かった、もっとやってありがとうございます大丈夫かなっていうね、ちょっと心配になってる、ね、いろんなことちょっと言いすぎて暴露しすぎてね、ぜひちょっと見逃しちゃったなという方はあのアーカイブ残りますので、あ、残っちゃうのダメじゃんダメじゃんって言われたら人はどんどん見たくなりますから。ああ、そうか、じゃあ見てねということで日本一おめでとうということで、特別番組、特別番組、はい、特別配信、特別配信やっていきましたけれども、はい、また赤星さん、はい、ラジオの方でも YouTube の方でもコラボよろしくお願いします、はい、あ、まだあるコラボすること、またさせてください。そうか、まあまあ、あのね、こんだけ1万人の方が、まあ、見てくれてるわけですから、はいはい、やりましょうかね、またね。ね。はい。皆さん、その時に、まあ、その時に小ネタ持ってきますか、またね。楽しみにしてます。楽しみにしてください。ということで、皆さん、夜遅くまでありがとうございました。日本一